な場所ですから忘れるはずないです。椎名がカリンのことをわざわざ探しに来てくれた公園ですから。カリン、椎名のところしか行くところなかったですから、本当はすごく嬉しかったです。ちゃんが言ってた子ね。よろしくです。こちら、ところで椎名ちゃん、ちょうどいいところで会えたわ。
これからどこ行くですか？楽しいところよ。楽しいとこですか？そうよね、シーナちゃん。
すぐ終わりますからいいですよ。ずっと一緒にいたからいいです。また明日からお願いしますの。いいですか？今日はゴミの日ですけど、持ちきれないからシーナにも手伝ってほしいです。
ちょっと、どこ行くつもりよ。なーに？このユリユリの素晴らしい情報を聞き逃すつもり？ここで聞き逃すと、今日はずっと後悔して過ごすことになるって。わからないかな。もらうわよ。
度椎名帰っちゃうのかよ。なんだよ、そっけないな。せっかく誘ってやろうとしたのに。精査で文化祭やってるんだよ。それで椎名もどうかと思ってさ。みんなならそう言ってくれると思ってたぜ。なんてったって精査だからな。きっと可愛い女の子がたくさんいるぜ。おいおい、俺たちの友情はこんなものか。親友が行くってんなら当然付き合ってくれるよな。それじゃ、椎名の希望通り、早速精査へ行こうか。名門っぽい感じがしてるよな。俺らの学校とは大違いだと思わないか。